皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。おしゃべり動画です。近頃私がハマっている練習方法みたいな、なんかその話なんですけども、まあね、普段からまあギターの練習たくさんするんですけれども、とりわけ今年から始めたね、この練習いいなっていうのを皆様に紹介させていただこうかなと思うんですが、平たく言いますと、その目標の音源を作って、なんかMIDIをポチポチ打ち込んで、なんかそれにこの合わせて練習するっていうのがですね、なんか最近すごく僕の中で流行ってるんですよ。流行ってるっていうのもあれですけども、例えばですけども、こんな感じで、まあ、その目標とする曲があるじゃないですか。でこれをひたすらこう流しながら、前は単純にそのキッコッコッコッキッコッコッコのそのメトロノームだけで合わせたんですけども、なんか意外とね、こうやってMIDIと合わせてみるとですね、なんかたまに自分がね、あこの辺ずれてんなっていうのがあったりとかするんですよね。おおむねキッコッコッコッキッコッコッコと合ってるんだけども、よーく聞くとなんかちょっと若干ピッキングのタイミングが甘いみたいな。これはまあフルピッキング曲だからそんなこともないけども、こんな感じで、この答えのね、その正解を聞きながら練習すると、なんかすごいこうね、自分の立ち位置みたいなのがめちゃくちゃ見えるなと思って、これすごい最近ハマってるんですよね。他にもその早い、ちょっと早弾き系の曲を練習するときにまあ効果的って感じなんですけども、他にもそのこういうのとかね、こんな感じで、これちょっと思ったのが、最後のここのタイミングっていうフレーズの中のこの3弦のこの16フレット、このタイミングはこのメインで練習をし始めて若干早いってことに気づいて、あれ私このピッキング早いぞと、若干音と合ってねえぞみたいな感じで、結構細かい修正することができたんですよね。まあ、そんな感じで、こうね、自分の苦手とするところとか、もうちょっとこのスムーズに弾けるようになりたいところとか、なんかこの、もっと上手になりたいフレーズとか、なんかうまく完成度が上がらないフレーズとか、まあ、そういったものをですね、ひたすらこのMIDIで打ち込んで、まあ、それと合わせてずっとこの、繰り返し続けてると。他にも、これとか。ずっと繰り返して。これも最後のこの語源が甘いんですけど、ああほらなんかね、語源がね弾けない。ほら、なんだろう。あ、できた。あ、できた。できた。まあ、こんな感じで後ろでこう正解がずっと鳴ってくれることで、なんか自分ができてないところがね、めちゃくちゃ明確になるというか。まあ、ずっとこういうのを流してですね、まあ、本当に10分、20分、30分、40分、50分、1時間ともうずっとこの繰り返していくわけなんですけれども、でもなんかね、やる内容がさ、すごいシンプルな分、なんだろうな、ストレスがないというか、なんかこの正解がさ、ずっと鳴ってくれるからさ、なんかうまくできなくても、なんかそれにこの合わせて、なんだろうな、弾ければいいからさ、ずっとこの繰り返せばいいだけで、すごい楽ちんじゃないですか。もちろんそんなね、ちょっと大変というか、まあうまくできなくて、ちょっとこのグヌーとかなったりとかするけれども、なんかこの精神的なストレスがすごくないというか、で、これアプリで、そのスピード、
調節できるので、まあ最初ゆっくりめに練習をして、で最終的にこうどんどん速くしていって、まあ元の曲でテンポで弾けるようになったりとかですね、できるように、まあその繰り返し練習することができるみたいな感じで、ちょっとこんな感じのね、メトロノーム練習とか普通に曲の練習とか作曲とかの練習とはまた別に、こういう MIDI の音源を作ってそれと合わせる練習っていうのをですね、すごいやっていて、これめちゃくちゃいいなと思って、実践しております。なのでちょっと打ち込むのがねポチポチめんどくさいかもしれないんだけども、すごくおすすめなので、よかったら皆さんもぜひ実践していただけたら幸いでございます。でちょっと今この話をしながら思ったんだけれども、なんかそういうセミナーみたいなのやったら面白そうっすよね。ツイキャスとかのツイキャスプレミアムとかだとね、そういうのできるかもしれないですし、興味がある方いらっしゃいますかね。今ふと思ったんですけども、なんか皆様パソコンを持ってる方限定になってしまうんですけども、僕スタジオワンっていうソフトを使ってるんですけども、スタジオワンのプライムっていうですね、一番下のグレードだったら無料で誰でも使えるんですよ。でそのスタジオワンを皆さんのパソコンに入れていただいて、でなんかパソコンがあって、でスマートフォンとかタブレットとかで僕はそのオンラインレッスンみたいなのをして、で皆様グループレッスンってわけじゃないですけど、ね、皆さん同時にこうバーッと、じゃあ今から始めますよみたいなことを僕が言って、で画面をこうね、パンと置いて、この画面僕の放送を見ていただきながら皆さんパソコンで作業して、これ触ってください、あれ触ってくださいみたいな感じでこうバーッとやっていくと、でわかんないことがあったらもうその場ですぐ質問してもらえればすぐこの答えられるので、あ、皆さんこういうこと困ってるんですね、じゃあこういうところの設定を一緒にやっていきましょうとかって話もできたりとかするし、そういうのもちょっと面白そうな感じしますよね。もし興味がある方いらっしゃったらコメントしていただけたらすごく嬉しいなと思います。はい。てなわけで、まあ本当に雑談おしゃべり動画でございましたけども、私は最近そんなMIDI打ち込み動画、MIDI打ち込みの練習をしてるよみたいな、これがすごくおすすめだよっていう、そんな感じの話でございました。もしそういうオンラインレッスン的なこと、検討、いや、やろう、やります、やります、今決めた。まあツイキャスプレミアムとかになると思うんですけれども、ちょっとですねリンクとかを後ほど用意してバーッと概要欄とかに貼っていこうかなと思いますので、もし参加したい方がいらっしゃったらですね、興味ある、面白そう、参加しますみたいな感じで、コメント残していただけたら嬉しく思います。よろしくお願いします。じゃあそんな感じでおしゃべり動画終わりにします。今日も最後まで動画ありがとうございました。また違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね、はははははは、みんな頑張って練習しようぜ、私も頑張って練習します、じゃあね、あはは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 。 Thank you.